とりあえずね、前の動画で、京王線にね、セルフラッピング、本日ね、組み立て終わりましたんで、山線の方もね、今回、こちらですね。またこちらがね、ちょっと年内にね、間に合わせる手だったんですけど、すいませんね、ちょっと間に合わなくちゃって、一応ね、本当に大晦日が、今日は29日じゃね、そうですね、年末3日目になっちゃいましたね。またこれね、半光沢、光沢入ってたんですけどね、どうしてもちょっと光沢がギラついちゃったんで、一応ね、半光沢、一回吹き直して、押さえつけて、ね、まあ、そもそもね、2両がちょっと、デカル窓のところがね、外れたりしたんで、その辺の修正もちょっと個人的にしましたんで、ちょっとすいませんが、動画遅れちゃって申し訳ございません。一応ね、今回11両、組み立てて、シャバの方とかね、まだ修正しきれないんで、その辺はね、ちょっとまだ完成には程遠いですけど、まあ、今回ね、シャバの修正は、そうですね、別動画でするかって感じなんで、まあ、とりあえず、スイカの、ね、ラッピング電車としては、まあ、あとシャワーあるなんかね、どのような技術でも、そうですね、理由は聞きますんで、問題は出てますね。今回すいませんが、それはね、ちょっと別動画になってしまうんで、すいませんが、ご了承ください。というわけで、いきましょうかね。今回の車両はね、こっちの方に全部ガラス入ってますんでね、まあ、元この子に室内体制で抜かれたんですけど、その室内灯がね、アンパンマルシェに消えたか、ケオスに消えたかなんですよね。で、とりあえず、一番下から、順に行きましょうかね。よいしょ。よし。この車両のね、室内灯も、まあ、予備タンクがあればね、ちょっと、まあ、そうですね、今日、まあ、郵便が、何時後に来るか、むしろ今日来るかもね、わかんないんで、もしかしたら明日かもしれませんし。まあ、明日だったらね、今日朝一から出かけて、そうですね、まあ、一回家に帰ってきてから、川崎行ってもいいかなと思いますんで。まあ、ちなみにね、この山の線ね、ずいぶん昔に、東京駅の100周年記念か、買ったと思うんですけど、その時にね、壊した、屋根がね、穴開いてるやつなんで、まあ、ちょっとね、曰く付きの車両にはなっちゃうんですけど。よし。こんな感じです。一応これで、スイカになりました。まあ、この辺はね、まだスリーブはね、ちょっとこだわれてないんで、この辺もスリーブね、もしかしたら、まあ、一般の、トミクソンのそのままスリーブなんで、もしかしたらね、こだわるかもしれませんし、もしかしたらこだわらないかもしれませんね。それでは、ご了承ください。で、岩付きのサーはこちらですね。まあ、普通にね、見た目的には問題ないんですけど、どうしてもね、屋根板に問題があっちゃうんで。広告がちゃんとついてるよね。先頭車はね、運転で後ろと、号車番号のところはないんだけど、あとはね、中華車は、そして前回車につきますんで。で、それね、こっちですね。間違えてね、屋根開けちゃったんで、両方に穴開いてますんで。これがね、いわくつきなんですけど。ちなみに右左は、右側か。室内灯も見るか。よいしょ。こんな感じかな。こっち側と。まあ、こっち側ね、基本的に、向きは、全部ね、左側からホイ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 になってますね。なんだっけ。ロゴ、スイカ。だからね、これね、ペンギンとロゴの位置がね、基本的に全車で合うようになってますんで、すごいですよね、こういう意味で言うと。一応反対側にしようね。ちゃんと合うんで。おかげで今回ね、四角切るだけで簡単に貼れたんで、楽だったんで。そうです。今までね、多分作ったね、ラッピング電車がね、一番簡単だったのはこいつかな。まあ、ただね、難点としてはね、まあ、やっぱり一面でかあればね、ただ、片面に、まあ、11両ずつ、まあ、山線ですね、貼るだけなんで、この数がね、少ないんですけど、切り刻んで貼るとね、やっぱりどうしても手数は増えるんで、その点のね、めんどくささはあるんで、まあ、一貫性ね、まあ、なんとも言い難いですけど、まあ、正直ね、プレネで加藤の、まあ、スイカが一時期5万だったことを考えると、まあ、全然ね、トミックスのこの会社は確か、ずいぶん前に、何年か、2年ぐらい前かな、1年ぐらい前に、ポポンのアデリアで、中古で買ったんで、まあ、値段はね、いつもごとくの、1両、まあ、そうですね、中間車が1両1000円ぐらいしない。で、先頭車と、努力車が、そうですね、税抜き1580円なんで、まあ、ケース込みで買っても、全然、ね、安い値段だったんで、あれ、これ、でもどうだったっけな、多分何両かがばらされてた気がするんだよ。ちょっと何年か前の動画探さないといけないんで、ちょっと申し訳ないんですけど、俺も探す気がないですよね、半分は。気が向いた時にちょっと探してみて、その時の金額概要欄に入れててもいいとは、ね、思いますけど。何年前だか多分ね、夏場に買ったんですよね。一応ね、去年と一昨年と、2年連続で、夏場がね、10万10万ぐらい一気にボボボって買ってたんで、多分その時の、あれだと思うんですけど。
どっちだって はめてから分かんなくなっちゃった。右側か。貼るのはね、めんどくさいんで、同じやつなんで、何両か割愛したのがあったんですけど、組み立てはね、まあそんなにたやすくないんで、まあちょっとね、指の運動兼ねて。特に、ね、たまにまだね、やっぱり右手に体重かけたりすると痛いときあるんで、まあ、本当に運動兼ねてって感じですけど。このシェルあれなんだ、ベンチレッドないんだ。ベンチレッドじゃない、なんだっけ。これ、あ、もともとこのシェルってアンテナねえのか。そしてラジオアンテナみたいなシェルって2231じゃなかったんだ。209系なんかはね、なんだっけ、ラジオアンテナみたいなやつあったんですけど、もうなんだっけ、ラジオアンテナだっけ。よし、こんな感じですね。まあ、後でね、もし足りなかったら またそうですね、勝手にトップコート吹いて、勝手に貼っときますんで、ね。今のところでも大丈夫そうなんで。一応今回はね、ちゃんと確認してたんで。よいしょ。よし、あと30、尺的にはちょうど10分ぐらいか。
ちょっとデカール剥がせそうだったら押さえつけといたんですけど、大丈夫か。で、外れそうなのはね、ここの2箇所ですね。こっちじゃね、ここの2箇所の10周年後ですけど、まあ多分大丈夫だと思うんですけどね。一応押さえつけておいても。外れたらね、また予備のやつが何枚かあるんで、それからね、また拝借して、また反光沢吹いていっていう感じになりますんで。いや最後、先頭車っすね。この辺は特に外れそうな大丈夫そうですね。こいつの顔面ガラスはどこ？あ、こっちだった。ちょっと俺顔面ガラスこいつの入れたっけ？あ、こっちはなぜか入ってる。ちょっと待ってください。毛抜き、毛抜き、毛抜き。この中にある。よし、こんなもんすかね。一応ね、まあ、ちょっとの配球ぐらいはね、再現できるように工夫入れるようになってますけど。こっちのガラスとガラス、ガラス入れてトップコート増えた形跡がないんでよかったんですけど、俺ガラス出したっけ自分で、もう覚えてねえや、10両前だと。一応ね、こういう感じで、そうですね、スイカの山線、塔500何本とかちょっと忘れちゃったんですけど、ちょっと待って。多分ね、ノート見れば書いてあるはずなんですけど。よいしょ。この子は。トミックス改造なので、この子か。塔の、5番ですね、おそらく。なるほど、塔5番か。さっきの京王線はあれ、データ修正してるっけ？そうですね、京王線が、改番してます。ちょっとお待ちくださいね。解と解とかないと分かんなくなるんで、一応改造してるやつはね、基本的に解っていうマークつけてます。そうですね、これで一応、京王線の方が必要なくなりますので、あ、京王線じゃやめませんか。京王線の方がね、あとは、そうですね、こちらも一応、ジオマトリックスか、加藤の、ステッカー探してみて、余ってればね、貼ってみてって感じになりますので、そうですね、一応こちらもある程度の作業が終了かなと。まあ、できてもいたらね、もう一本、そうですね、この子も取るか、もう一つ、ね、一応、ステッカー貼り付け、インネタか、インネタ貼り付けと、もしかしたら、ね、特殊の方の紹介、もう一本で、ね、あるかなと思って、そちらまでまだ変えてないんで、今回、京王線のやつ買っちゃってますので、ちょっとね、そうだね、この純正ケースの方で、終わりにしておきたいかなと、思います。そうですね。ではまた次回の動画で視聴ありがとうございました。